ローラ・ラ・プラントはアメリカの映画女優。サイレント映画期に活躍した。ローラ・ラ・プランテと表記されることもある。15歳でデビューし、1923年にはワンパス・ベビースターズに選出された。1920年代には60本以上の映画に出演した。ユニバーサル・ピクチャーズでクラレンス・ブラウン監督のイブシール上演、パウル・レニ監督の猫とカナリア、 レジナルド・デニー共演のスキナーの夜会ブック、ウィリアム・ワイラー監督の恋のからくり、エドナ・ファーバー原作のショーボートなどに出演、トップ女優となる。20代半ばでトーキーの時代を迎えると新人スターに押されて次第に仕事が激減した。1931年以降、ラ・プラントはイギリスに渡り、スピード重視の低品質で知られたワーナーブラザースの テディントンスタジオ作品に出演する。影なき男シリーズのマーナロイの公認として名前も上がったが、ロイがシリーズに残ったため、ハリウッドを復帰はならず、1935年に引退した。1996年、アルツハイマー病のため死去。91歳だった。カリフォルニア州アゴーラヒルズには、彼女の名前にちなんだローラ・ラ・プラントロードがある。 妹のバイオレット・ラプランテもサイレント女優。姉同様、ワンパス・ベビースターズに選出もされたが、姉ほどの活躍はできなかった。ショーボートから、ジョセフ・シルド・クラウトと、ありがとうございます。